ございます。はい、今日は休みです。和子さんを舞浜まで送ってまいりまして、持ち帰るところでございます。朝の時間をのんびり過ごせる場所があるといいなと思ってますが、ララポートはまだ始まらないしね、どっかちょっと行ってみようかなと思いますが、寒いね。今温度計は5度でした。今日もいい天気になりそうです。はい、素敵な日曜日になりますように。昨日仕事の合間ですね、舞浜駅のコンビニに行ったところ、ニューデイズですね、とこんなの見つけました。まあ前から見つけてはいたんですけれども、スイカにチャージがそんななかったもんで買えなかったんで、昨日ついにマックスコーヒーシフォンケーキを買ってまいりました。千葉に愛されるコーヒー味ということで、開けてみたいと思います。出てくるかな。無理です、出ません。ではこっちから、こっちも開けて押してみよう。はい、出てきました。ここにはスリットが入ってて、ここでバリバリですね。バリ、あ、両方になってる。どうなってんだろうこれ。へへへへ、どういうこっち片側でいいじゃんね、これならね。ということで出てまいりました、マックスコーヒーシフォンケーキ。はい、ではダンちゃんの出番です。うまく切れない、いらない。ビニール袋開封後は3日以内にお召し上がりくださいっていうことです。これでどっから取るかっていうので性格がわかるんじゃないかと思いますが、あ、すごいコーヒーの匂いがしてきてる。2種類あるんですね、包み紙は。中身は一緒かな。市原で作られております。じゃあ開けてみましょう。あ、なぜかここを取ってしまった。はい、性格分析はいかがなもんでございましょうか。パイーンとこんな感じですね。じゃあ開けてみましょう。おー、ドローンとした感じ。うん、確かにマックスコーヒー味ですね。やめれない。おー、美味しいです。今朝なんですけれども、結構血糖値上がるような感じの味でございます。ちょっとね、シフォンケーキだからしょうがないのかもしれないけど、口の中の水分が一気に持ってかれる感じです。で、これがトローンと甘いです。結構美味しいです。確か600いくらだったと思います。ぜひ皆さんも千葉にいらした際はこのマックスコーヒー&シフォンケーキお召し上がりください。お土産にいかがでしょうか。千葉県民心の味です。どうなのかわかんないけど。以上、マックスコーヒーシフォンケーキの開封でした。ではさようなら。こっちか。あ、今日は寒いですね。風がとっても冷たいです。一度 T シャツにジャンバーで出てきたんですが、とんでもないってことで一応ジャーンと裏側に1個ベスト、ダウンベストを着てきました。はい、今日もまた当てなく歩っていこうと思ってます。今日少しのんびり系でね、行ければと思います。しっかりマックも持ってきましたんで、うん、明日の今晩のは先ほど終わったんで、昨日の行動などを編集したいなと思ってます。はい、じゃあどこに行くか分かりません。行ってみましょう。はい、結局大神宮に今のところ向かってます。レパートリー少ないね今日は七五三なのかな、なんか
お参りに来られてる方が多いです。出店も出てるね。出てるから出店っていうのか。今日はねちゃんとお財布持ってきてますんでお参りできますよ。まず手洗いましょう。手と口をゆすぎましょう。今日は賑やかです。はい、結局船橋駅の方まで来ました。サイゼで少し作業をしようかなと思います。ワイン行っちゃうかもしれないけど。サイゼリアもWi-Fi サービス始めてくれたようです。まだ試験用中ってことになってますね。ありがたく使わさせていただきます。まずはワインをいただきます。はい、とりあえずはおつまみ来ましたんでこれでいただきます。ちゃんと編集始めましたよ。ブツブツのエスカルゴ来ました。パン頼むの忘れちゃった。いやね、おつまみだからね。いただきます。ワインはもう500終わっちゃいました。パスタを頼みました。エスカルゴを乗せてパスタいただきます。サイゼで1750円もたしなんでしまいました。ちょっと食いすぎかなと思いますが、気持ちよく飲んでいっぱい食べましたんでいいと思います。さあ、では駅の方もうちょっと散歩して帰りましょう。スタバでケーキとコーヒー頼みました。ちょうどいい席が空いてたんで助かりました。また少しのんびりしたいと思います。家族さんと合流してミミちゃんのお散歩に来ました。いや、喜んでくれるから癒されますね。よかったよかった。今日の休みも楽しく終えられそうです。